わかんないから、とりあえず進めよう。クエスト。ルック途上行きます。何が起きてるんです？ルックウッド先生の言う通りだ。そうなんですが、まあ様々な方と、プレイヤーの方とファンの方と協力こそしておるが、有効的な同盟出会いの場になりましたね。どうやら正門以外の入り口を見つけねばならんようだ。行こう。敵多いんだ。レミオさん、苦しい。闇魔術しか使ってないんだよ主人公。クルーシュが強え。ちょっと、ここでついに才能の出番です。闇の魔術クルーシュで呪われた敵を攻撃すると、ん、呪いって何？呪いの効果が伸びる。これは才能伸ばしちゃう。あ、え？南禄様の反乱は止められない。大変なやつ。このボウガン弾き返します。あ、ヒム先生も強いね。あそこか、あそこから入れそうだ。どこ？どこ？どこっつった？ここ？アクション。ウィンガーディアムレビオーサ。ウィンガーディアムレビオーサ。レビオーサ。レビオーサ、これ使えなくない？乗ってる時に。フィグさんは？は？来ないの？フィグは？あ。国の半分を掘り返す。あのガキさえ連れてくれば。こうやって穴掘りなんぞやらなくていいんだがな。ラベあの箱のためにドラゴンなんか出さなければ、そのガキもいらなかったんだ。魔法省の連中に目をつけられながら何ヶ月も探したんだぞ。奴らを馬車に乗せたからな。その時点で打つ手は限られた。あの忌々しい学校に着いたら手を出せなくなる。もう十分な力を得ただろう。屋敷の下にトンネルを掘らせてやったではないか。掘らせてやった。お前を生かしているのは守護者の子孫がいつか役に立つかもしれんからだ。それを忘れるな。約束したはずだ。未だ行方の知れない魔法の源を見つけてきたら、その力をお前にも分けてやると。さあ、ご託はいいから行け。出なければ俺の力をもう一度見せてやることに。こいつ強えんだな。ガキを連れてこい。君を狙っておるのは知っての通りだが、魔法の源を探しておることも新たに分かった。ランロクは守護者のことを知ってます。ああ、それも聞いておる。ルクウッド先生は次の試練を達成すれば詳しくわかると言っておった。さあ、城に入りましょう。母親に伝えるべきことはあるか。ここがお前の死に場所だ。クリンゴ苦しい。おお、先生クルーシメ。カメラは、まあ、やべ、こいつは強えな。めちゃくちゃ強いです、この人たち。もっとやりたいようね。クルーシメ。ケイ。倒したか。全員やった？全員やったね。こっちか。コンプリンド。
先生どうやって来た、先生どうやって来た、うわなんかぐこちな、ルクート城入ったよ、まずいか、なんか赤い赤いやつがいる、敵か、お前も敵か、レベリオ、あいやフィグ先生そっちに、手っ取り早い降り方だ、え？え？何が起こった今？壁のシンボルには意味があるのだろうか。何これ？試練これが。レベリオ。長身と短身が逆になった。お。怖いんだけど。はい、似たようなものを見たことが。まずは全部のシンボルを見つけて連続で呪文を唱えるんですよ。なんでお前いつ見つけたのそれ、そんなのあった、こういうこと、開いた、あれかなんだっけ、あのなかったね、そういうの全部やるってやつ、ゼニアオイが必要な 植物の、ちょっとフィグお前が頼りだ、足跡だ、ゴムレベは一歩先を行かれておる、どこに行った、なんか敵いそうだな、これこれ魔法の蓄えで、乱禄の力の源、近づいていいもの、空っぽみたい、全部持ってったんだが、なぜまだここに、コフリンゴレビオさん、あると言っていた、それが正しければここにあるかもしれん、それが何か我々が先に見つけねば、すげえな、肖像画はどこだ、肖像画はどこ、物音がした、君たちでよかったよ、え、どこ、ルックってどこ、あ、いたいたいた、いたルクート先生、あなたの城を占拠したゴブリンは魔法の源を探してて、そして何かの容器を開けました、そんな、まさかこれほど悪い状況だとは、パーシバルに話したように、金庫でゴブリンが強力な魔法を使っていたのなら、どうにかして学んだことになる、ありえない、それとあなたが守護者だったことは知られてます、ランロクが言いました、妙だな、どうやって、この件については後で考えよう、今は次の試練に取り組みなさい、実力は示しました、これまでのことを考えれば僕に詳しく話すべきです、説得、まずは自分が持っている力を完全に理解しなければならん、試練が証明してくれる、知識を伴わぬ力は危険だ、誤ったものが手にすれば、ランロクと不幸にも私と同じ名のものを出し抜けばいいだけだ、わかりました、どこに行けばいいですか、私に任せろ、フィグ先生とはしばしお別れ、マジかよ、古代魔術とつながる、どうすればいいの、あ、どこ、ここ来た、さらばです、できるなら同行したがな、君の到着を今まで待っておるぞ、第二の試練、レベリオ、これね難しいんだよね、試練なんだなんだ、なになに、全然地図が働かないんだけど、左下のえ？何が変わった？あっちに行けるようになったか。怖いな。え？何これ？え？なんか開いてるよ。え？登るにはあの円柱を動かさないと。アーチがヒントになるかもしれない。円柱？
どういうこと、どういうこと、どこ、円柱って、円柱ってなんすか。おおおおお、もうちょっとヒントないかね、主人公くん。ピン、あ、道が開けた。あっちに行きたい。アクション。あ、ウィンガーディアムレビオーサ。出して、あ、出してからだ。出してからこれが出てるんだ。で次は。アクション。ウィンガーディアムレビオーサ。仲良くせえよ。これで、これで出て具現化させてから、はいはい、さすがに、なるほどね、オッケー、もう分かった。1個仕組みの一番最初が難しいから、こういうの。あと、ね、似たような原理なんですよ。どこが変わる、これどこ行くの、これ。円柱が道を塞いでる。動かさないと。円柱、あ、これか。じゃあいいよ、動かそうよ。なんで、なんで動かない。いいんじゃない。ほら2回目以降簡単になっちゃった。敵か、これ。敵っぽいから横から行きます。は、横から行かしてくれ。は、あ、いや、よかった、下に道がある。え、ついわ、これはきつい。マジか。ちっちゃいから。押し出しか？押し出せない。無理か。だよね、進むべき道は。でもちょっとボスにしては弱かった気がするな。左に進むのが正解みたい。そうなの。でもどうやって。行けよ。あ、ボス、ボス、あ、大丈夫だよね、よかった。正解分かってんだったらいい。ね、行けよって感じなんですけど、こっちね、オッケーオッケー。じゃあこれ行かへんの、これは。んだよ、どこ、何、ここ、ここ、調べるの。また出てきたよ、これ。正解は杖みたいなのあるよ。え、何、敵か。反応遅れたな、今。どれ、え、どれ、は、ふざけんな。え、あ、いたいた、よかった、びっくりした。こいつ倒してんの、なんつってた今、柱はあるのに。こいつちょっとこれで出すか、とりあえず。多分出てくると思う、これで。やっぱそうだ、あ、でっかいじゃん、エクスペリアンス。
1アクション。ウィンガーディアムレビオーサで、これを、え、あれ、印に当てるとアーチの並びが変わる。反対側に通り道があるのかもしれないな。どういうこと？ブロックの一つを引きずってアーチをくぐれるかな。おお、おえ、ちょっと待って、今もう決定的なヒントくれなかった。ウィンガーディアムレビオーサで、最初からここなかった、これで、一応上に行く。そういうこと、そういうこと。レベリオ、え、地図が全く役に立たない。上か、あれ、うん、なんだこれ、あ、上から来たのか。敵出てきそうだな。あ、違うか。え、なになに、シャキンシャキンって、いたいた。エクスペリアンス、余裕だね。で、どっちから来た、あれ、俺どっち、こっち、こっち来てないよね。何よ何よ何、おお、レベリオ、簡単に、あ、出た、子供だまし。さて、出た、またこのパターンか。なぜ、なぜ皆さんが今私がレベリオを唱えているのかとね、不思議に思う方いらっしゃると思うんですけど、隣なんです、ボタンが。は？またこいつ。は？ちょっと待って、いやいや、ごめん、やってない。どこにいる ?2 匹の、まさか。何これ。焦ったね。やれやれ。すごい手だな。誰これ？ルックとか。あ、ペンシーブだ。記憶を、ペンシーブというのは記憶を見る装置。ここに顔をつけると、あ、今何した、今のは何、石ドーラの旅の話が楽しみだ。あ、そう、石ドーラの元に行くって言ってたね、4人で。石ドーラはでも、ね、多分闇落ちするんだよね。座って。石ドーラ、私たちは君に聞きたいことが。いいわ。見せたいものがあるの。誰？父さん。ホグワーツの同僚や。あ、親父さんに兄が亡くなってから喋らなくなった。魔法を使って復活させたんだ。でもこれやっちゃいけないことっぽいんだよな。今回の旅で昔から思っていたことを確かめられた。
私たちには苦しみを取り除く力があるのよ。僕はやっちゃいけないって言われてたんだよ、教授たちに。意思通り。苦しみ、苦しみを取って。なんということ。なんということ。消したわ。イシドーラ、それは未知の魔法だ。見えるのは瓶の中に封じられたものだけで、それにどんな力があるのかわからない。しかしその魔法の痕跡は私が知るものとは異なっている。どうなの？ありがとう。おお、でも普通に喋ってるよ。ちょっと物語の核心に迫ってきましたよ。そういう感じな。あ、もう戻っちゃっていいの？あの魔法、果たして吉と出るか、凶と出るか。戻ったな。しかも5体満足だ。先生。ああ、また会えて嬉しいぞ。ルックウッド先生がボスクリアス。ルックウッド城での出来事を話してくれたよ。あったね。私たちが今置かれている悲惨な状況の中、君のように有能な者がこの道を選んだことは実に幸いだ。ありがとうございます。言われた通り、この2つ目の遺物は守ります。よろしい。準備はできたか？イシドーラが父親の胸から引き抜いた光る糸は何なんですか？それは痛みだった。試練をこなせば彼女の行動が理解できるだろう。え？覚悟ならもう決まってます。ならば紹介するとしよう。こちらはホグワーツの元校長ニーフ・フィッツジェラルドだ。フィッツジェラルド。さっきの4人の人のうちの1人か。初めましてね。試練を乗り越えた生徒が初めて出てきたね。実はそんなに驚いてはいないの。ホグワーツの生徒はやると決めたことは何でもできると信じてるのよ。ありがとうございます。お会いできて光栄です。私の試練を乗り越える準備はもうすっかりできているのでしょ。でもその前にどう言えばいいかしら。私の試練の場を準備しないといけないの。我々は先生の判断を信頼しています。あなたは不手際を取りなす方法を他の誰よりもご存知のはずですから。その腹立たしいうぬぼれ校長の。ええ、もちろん。すぐに全て整った状態にしましょう。もちろん。フィッツジェラルド先生が道を用意するまで少し時間がいる。準備が整うまで魔法の腕を磨いてきなさい。たらい回しの差が出るやつ。ランロクとビクトール・ルックウッドの活動について何か分かったらぜひ我々に教えてくれ。ねえ、分かりました。もう一人出てくるんだよな、右に。なんだっけ、サンバカー先生がいいんだよね、確か。ここにサンバカー。分かってます。引き続き魔法を磨きます。飲み込みが早いな。飲み込みが早いね。ロードからもすぐに連絡が来るといいが、それで君が取り返した兜で何が起こったかわかるだろう。今日もいつも通りよくやった。また今度話そう。ええな。すげえ冬だ。まあイギリスのね、スコットランドだったら冬場はもう寒いでしょうから。入学当初は夏だったけど、もう冬になってる。